皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。ワールドラバーマーケットのかなです。はい。で今回のテーマなんですけど、はい、まあオープン大会っていうのをまあ目安に考えるんですけど、トーナメントで勝ち抜くために必要なことってなんだろうっていう、そういうお話です。試合で勝つために何が大事か。いや、勝つためにじゃない。トーナメントで勝ち抜くために。なるほど。リーグ戦ってだって負けてもまだできるじゃないですか。はい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 。で変な話、1敗とか2敗しても優勝の可能性あるわけですよ。うんうん、リーグの数によっては。はいはい、確かに。トーナメントは1回負けたら終わりなんですよ。そうですね。でもなんかいるじゃないですか。トーナメントになったら毎回こうベスト4ぐらいまで絶対勝ち抜いてくる人とか。いるんですよね、やっぱりその地元の強い人とか、うん、でそういう人たちってどんな共通点があるのかなっていう話を今からしていきたいなと思います。はい、まあこれもちろんプレースタイルいろいろあるんで、まあ、ある程度の目安で考えてほしいんですけど、はい、自分が考えるのは1個、はい、ちゃんと点が取れる技術。ほうほうほう。誰とやってもある程度点になるんちゃうかなっていうところが欲しい1個。なるほど。じゃあなんか誰とやってもはめ技ができるみたいな感じですかね。そう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 イメージで言うと。でももう1個が誰とやっても負けにくい安定感がいるんじゃないかなと。なるほど。要は安定感ない選手はポロッと取りこぼしちゃうんで、うん、1回優勝しても次の大会でベスト16とか32とかちょっと早い段階で負けたり、はいはい、しそうなイメージ。確かに得点力があったとしても、うん、逆に安定感がすごい選手っていうのは安定して勝ち上がるんですけど、この選手には勝てねえなっていう壁ができるとずっと勝てない感じ。このレベルには勝てねえなって。だからそれをこう総合してこう安定して上の方まで勝ち上がる選手っていうのは両方そのレベルの中で両方兼ね備えた選手なんじゃないかなと思います、うん、安定した、はい、このはめ技みたいなのがあって、安定したその安定したというか、いや安定感のある負けない卓球ができる、はい、この2つと、うん、じゃあその2つをやるためにはどういうのがいいのかなって考えてみたんですけど、まずその得点力っていうところは、はい、サーブ3球目かな。まあそりゃそうっすよね。そうです。いや当たり前やんと思うかもしれないんですけど、まあ試合の 50% は自分のサーブからスタートなんで、これはもうみんなに共通ですもんね。そうですね、ルールで決まってるんで裏切らないルールですね。そうですね、この試合は 20% しか僕サーブありませんみたいなことないんで、 20% しかドライブできませんはあるっすけどね。それはある、それはある。それは相手が負けない卓球できるから、うん、ドライブを打たせてくれないっていうところなんですけど、まあサーブに関してはあると、うん、絶対だからサーブはなんだろうな、サーブからの展開はなるべくはめれるように自分の卓球と照らし合わせて考えてほしいなと思います。はい、はい、自分だったら3球目攻撃が強いんで、はい、3球目強打を打ちやすいようなサーブを出す。まあ例えばとかそのフォアで打つのが得意からフォアに来るようなサーブを出すってことですかね、うん、回り込みの方がいいかな、フォアに来るように、ね、なるほど、うん、ガネ君の場合は左のブロックマンだから右利きのフォアに出してブロックでバックに飛んできてはめれるようにするっていうのは。なるほどなるほど。じゃあ別にその攻撃力一概にそのドライブとかじゃなくてもいいということですね。そう、このパターンだったらわし点にする自信があるよでっていうものをちゃんとサーブでたくさん練習しておく。ちょっとやってみる。そうですね。じゃあガネさんパターンでいこう。はい、ガネさん対左のブロックマンね。そうですね。だから変な話、いいサーブはたくさんあるけども使い方を間違えて、はい、じゃあどうしようかな、ミドル前ぐらいにショートサーブちょうだい。そうですね。でこういうのが来てえいってこうなったらサーブからのはめじゃないんで得点力ないんですよ。点取る場所がないんですよ、こういう展開を作ってしまうと。いやないっすねこれは。じゃあフォアロングで、はい、いやこれはガネさん攻撃力はないけどもちゃんと点を取れる展開ということですね。はい、ヤスンさんパターンもいっちゃいましょう。左やからむずいな。ちょっと右でじゃあ。あ、いいよ別に。いいっすか。うん、だって右だからでしょってなる。ああ、確かに。どうしようかな、バックに。左がバックに集めに来る。まあ、巻き込み系かな。例えば、こう出して。あ、ごめんなさい。でさ、まあ、要は自分のサーブから、はい、得点につなげるパターン。はい、得点力ですね。攻撃力じゃないな。得点力ですね。うん、のあるものを、まあ、せっかくサーブ自由に出せるんで、そこでもっとかんと損やろっていうところでもやればいいのかな。で、もう一個が安定感で、はい、その中でも2つあります。はい、1個がレシーブ力。はい、でも特にツッツキ。特にツッツキとかの部分ですね。レシーブ力。要はそこで甘いツッツキとかをしたら今みたいに点を取られるわけですよ。うん、まあ思い通りのそう相手に思い通りに相手の思い通りになってしまうのでまあツッツキだけじゃないんですけど代表するところだと相手が強打をできないようなツッツキをちゃんと出すとかっていうところ、はい、をレシーブですね。はい、はい、ちょっとやってみよう。はい、じゃあガネさんさっきのロングサーブ出して。はい。じゃあさっきガネさんのパターンだとこっちまあ、こっちそう。じゃあそれをまあつっつきじゃないけどああとかね。それはそう相手の嫌なところに送る。これは点を取るためじゃなくて負けないためです。まあ相手のこの得意なことをさせないためそう点を取るためじゃなくて相手に点を取らせないための作戦。なるほど。だから別にこっちにゴンって打てる必要はない。そう強く打つ必要もないです。だからショートサーブとかでも例えばポワってつっついたらまあいかに守備型だろうとやっぱりああいうふうにこう点になりそうな3球目を打たれちゃうと、はい、でもあ、ごめんなさい、すみません。よれこういうツッツキができたら、まあ、結果的に点になってるだけで、相手が点を取れそうな展開ではなくなるわけですね。そうですね。まあもし仮に打ってたとしても絶対強く打てんなとか思い通りに打てないとか真ん中にドライブ打っちゃうとかなっちゃうと思う。そうまあこういうふうに、まあ、ショートサーブからスタートしたい人が結構多いので、はい、ツッツキとかに代表されるこういった技術をちゃんと練習することが安定感というか負けなくなる1個、はい、もう1個がブロック。ほうブロックまあそうですね。相手に打たれるそうまあドカーンって打たれない前提でブロックちゃんと止まっていいコース止まったら相手に点を取られることはなくなりますよねっていう話で、うん、単純にブロック。はい、うん、ブロックしたいですか。そうだね。じゃあわしサーブ出す。ピュンってつついてそう、はい、あーそれは攻撃力となると、まあ、ああやってブロックで止められてたりするとこっち点を取りたくてもなかなか取れないわけですよ。はい、要は相手は別に点を取りに来てないです。返してるだけなんで。確かにつっついて返してるだけなんで。でも負けない感じしますよね。これがちゃんと試合で、やべあの人ちょっと手堅いぞとか。そうですね。要はボンミスをしてくれないプレースタイルになれるわけです。レシーブが上手くてブロックが上手いと。あーいやちょっといいとこにつつきた。ああこういう人とは今みたいな人とはちょっと試合をしたいですね。相手安定感ないから楽だってなるわけです。めっちゃ多いと、まあ、はい、戻りましょうか。はい、言ったら僕の方が攻撃力もあるし、うん、あれなんですけど、今みたいな泥試合に持っていったりもできる。確かに確かに。だから負けない卓球っていうのはすごい大事なんですよ、トーナメントで勝つ上で。そうですね。でやっぱり1回負けたら終わりの緊張する場所なので、はい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 、今みたいにブロックとかで泥試合に持っていくと実は格上選手に勝つ確率もちょっと出てきたりとかもしますし、うん、はい、でそのサーブからのはめパターンうまくはまれば点を取ることもできるし、ね、やっぱりトーナメントで勝っていく選手でブロック下手な選手はいないなっていうのが最近の感想です。はあはあははあ、なるほど。まあ、自分が好きな球をこう打ち放題できたとしても、うん、結局相手に打たれる場面もあるから、そうそうそう、それを、まあ、ブロックできたりとか、そう嫌なサーブが来た時にこうはめられないようにするためのレシーブができるっていうのは絶対いい。じゃあこの辺で考えよう。市原市、市原オープン、はい、シングルスベスト4、みんなブロックうまいみたいな。確かに、うん、その返すのがうまい、やっぱり、はいはい、そのミスを、簡単なミスをせずに打たれてもあって返したりとか、相手回したりとか、ブロック一本したりとか、そういうのができる選手ばっかりなんですよね。でプラスサーブ3球目とかちゃんと得点を、まあ、そこからがなんか特性、その人その人の特性みたいなところあるですよね、うん、を持ってるっていう、そういう感じですね。はい。でもみんながやってる練習を考えると、まあ、僕もそうですけど、ラリー練習、はいはい、ドライブの打ち合い、はい、そこじゃないみたいな。確かに。だって1セットに2回か3回ぐらいしかなんないんだもん、そういうラリーそこを別に落としても大丈夫みたいな。そこを落としてもいいから、残りのところで頑張ってやっていくのは、もちろんラリーだって粘るとか打ち合いで打ち勝つとかもめっちゃ大事なんですけど、うん、もうすごい大事なんですけど、大まかに分けると必要な要素っていうのは、点を取る技術がサーブ3球目かなと、その結果相手も守りがうまくてラリーになってるだけですから。だからさっきみたいに結果パッパッパッこう粘り合いみたいになった時に、その引き合いができたりした方がいいとか、うん、ラリー力あるけどそこじゃないっていうね、うん、それは相手もうまかったからそうなっただけ、うん、その前をもっときっちりしてたらもっと早い段階で終わってるよっていう、終わってるかもしれないし、まあ、相手の安定感がなければ、うん、まあ勝手に点になってるだろうし、そうですね、うん、で自分今度やられた時に、はい、逃げれるようにちゃんとレシーブブロック、この辺の技術で安定感を得られるかどうか。なるほど、うん、まあここがまあトーナメントで勝っていく、オープン大会で勝っていく選手がほぼほぼ備えてるものじゃないかな。そうですね、確かに。まあもちろんありますけどね、超攻撃タイプの超攻撃力の人がヒュンって優勝したりとかすること、まあでもなんか確かにそういう人がなんか2年連続優勝してるとかはイメージないかな。あんまないですね、2年連続3年連続、うん、でも毎回毎回っていうのはないです。もうそもそものレベルが全然違う時はあります。そうですねもう攻撃力があまりにも高すぎて誰も回避できへん、ね、例えばみんな高卒、そんな強豪校じゃない、1人関東1部2部みたいな感じだったら、別に超攻撃型だったとしてもそもそもの卓球レベルが違うから、うん、あるとは思うんですけど、まあ、ある程度そのまあこうね、同じ土俵らへんでやってる人たちの中で言ったら、それぐらいじゃ勝てないよっていうことですね。ということですね、まあ、というわけでトーナメント勝ち上がる、はい、まああと1回勝てたらベスト8だったのにとか、はい、はい、ベスト4だったのにと悔しい思いをしてる方も中には多いんじゃないかなと思うので、はい、まあ僕あんまりこういうテイストの動画を撮らないんですけど、たまにはいいんじゃないかなとやってみました。そうですね、ぜひ参考になれば嬉しいです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画、卓球が楽しくなる動画、たくさん頑張って作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。